片隅に妖魔軍の襲撃を逃れて平穏に暮らす人々がいるらしい。狭くはあるが国として独立し機能して興味を引かれた龍禅はふらりと領州を訪れた。龍禅の身を案じる観策、観策の隣にいたい宝山城が後に続いた。しかしそこで彼らが目にしたのはあちこちを我が物顔でのしや、これはどうした平穏な地と聞いていたのだが、ようやはり今この世界で平穏などと。私の心に平穏はあるよ。その近くの人に少し話を聞いてみよう。あ、龍禅様お待ち。観察、寂しいから無視しないで。言葉は無用。近くの人に話を聞いてみようと思う。何かわかるかもしれない。龍禅様、あまりに無用心だ。待ってよ、観察。こんにちは。少し話を。できた。敵が来たぞ。やはり妖魔か。相手が何かは分からんが、背後をついてくると上等迎え撃て。驚かせてしまったようだな。何を落ち着き払ってるわけ。敵だっての、早くやってなきゃ。なぜだ、なぜそっとしておいてくれない。敵には私が行こう。人間もいるようですが、妖術で操られているようには見えません。彼らは敵ではないように思う。話を聞いてくれる人に会いに行こう。はっ、俺たちは蹴鞠たいだけなのに、妖魔には蹴鞠すら許されないというのか。俺たちは蹴鞠を通じて心を通じたんだ。人間の遊びに興じるってふぬけた奴らめ、正面叩き直してやるから覚悟しやがれ。接近を許した。門を閉ざし防御に徹せ。俺は敵を迎え撃とう。俺たちの清潔なる意志を示すために。ああ、せっかく作り上げた蹴鞠の国が何すら失おうと刻み込む蹴鞠の国を上等。助けてほしいの。こちらに困っている人がいるようだ。助けに行こう。お人よしすぎない。あいつら私たちを攻撃してきたのに。いや、このままでは話を聞いてもらえない。彼らを助ければ誤解も解けるだろう。観察がそう言うなら。私にはそなたの姿が眩しい。なぜそんなに輝いているのか。
間で休め。君の強さは知っているが、無理は禁物だ。できるだけ頼むか。カンソク、ずっと一緒にいたい。おかげで助かったの。レオモスの。吉本が救われた。先ほどの者ら、敵ではないようだな。人間と妖魔の共存だと？笑わせやがる。そんなもの叩き壊してしまえ。崖の上から皆で飛び降りてはどうだろう。敵を驚かせられるぞ。妖魔と人の共存などできるはずがない。私は頭も手足も鈍いようだ。いいな。お前は今蹴鞠の声なき声を聞いた。一つの鞠を落とさぬよう互いが互いを支え合う。これが和の心。それを鞠がお前に囁く。友禅殿、今一度蹴鞠の。私は負けられない。軍神の子なのだから。手まりの国は壊されてしまった。しかし龍禅殿や関作殿、新しい手まり仲間ができたの。きっとまた手まりの国を。手まりを通じて人と妖魔の共存を果たす。だが混沌と破壊が吹き荒れる今の世では、その夢を俺もお前たちと共に行く。手まりの国を建てるにはまず世の三